皆さんこんにちは。今日は日の山スポーツクラブのピラティスのレッスン風景を皆様にご紹介します。ピラティスのインストラクターの原部静子です。よろしくお願いします。ピラティスとは1920年頃ドイツ人のピラティスさんという方が負傷兵のリハビリのために開発したエクササイズです。呼吸に合わせて体に負担をかけずエクササイズを行うことで心身ともに理想的な肉体を目指します。効果としましては正しく体を使うことを覚えることで姿勢や歪みを改善し柔軟でバランスの取れたボディ作りを行うことができます。また性別年齢問わずどなたでも行うことができます。皆さんのご参加お待ちしてます。